こうして満月を見ていると、あの夜のことを思い出す。自分の心の奥にしまい込んでたかすかな記憶が蘇ってくる。生にしがみつくがいい。そしていつか俺と同じ目を持って。あの時泣いていた。見間違いだと思った。どうやらあんたの言ったことは本当だったよ。どうする、イタチの目は移植するのか。これから俺が見ていくものはまるで違うものになる。イタチが望んだ通りにはできない。イタチが抜けて今度はその弟が。面白い巡り合わせ。あなたたち鷹とやらだけでは戦力不足ですね。バスケ、しつけがなっていないぞ。こいつを腕だけ。いたきゃ勝手にやれ、水月。どうせ今はまだそいつには勝てない。そのうち美味しいフカヒレでも食べさせてあげるからさ。はん、人のことばっか言えないね、あんたら。我々の利害は一致する。その話に俺たちが乗る見返りは、初代ホカゲがいくつか集めてコントロール下に。忍界大戦のたびにホカゲ柱間はそれらの条約や協定の証に。気前がいいな。ただし暁を裏切ればちゃんと死んでもらう。それが我々の当面の目的だ。九尾はまだなんだろう。鷹は八尾をかね、残りは暁が狩る。ナルト。八尾ってのはどこにいる。して仲間を裏切ったりはしない。それが怯える心には。チェ、ここからがいたぶりがいがあったのさ。雲来郷にて修行をされている。角の入れ墨がある。まったく、さらに便利になっているね、あの目。いいところだ。衝動が抑えられそうだ。落ち着く。こんちくしょう、バカ野郎。この野郎。ギー、ラップ愛する俺様好き者、お昼の献立、すき焼き、決定、イエー。あんたが八尾の人中力か。いや、八尾様ですか、だろ。様を拘束させていただきます、だろ。そこ。水月は右。話の最中。人中力は殺したらダメだって、暁の奴らが言ってただろ。こいつ、俺様に突っ込んでいいのは俺だけだ。俺は覗きで、お前は元気。見ているてめえら脳天気。俺の技も、おやそうり。いえ。日がさびのキラービーだぜ、俺様が。あ、戦い始めちまって恥かくぜ。弾けるお前らに。あ、いや。僕の首切り包丁は、これほどまでにうまく。こいつ一体。大丈夫か。何者だ、バカ野郎、この野郎。ふざけやがって、ほんとこいつ。とんだお使いだよ。一刻も早く力を手に入れるためだ。嫌なら去れ。どちらにしろ、あいつら暁を利用するのは俺たちだ。ならさっさとその耳障りなダジャレ野郎黙らせてしまおうよ。そのつもりだ。
今は気分がいいぜ。最高のライムがかけた。Thank you。 気をつけて助け。こいつ刀を使い慣れてる。俺様のフック感じさせてやるぜ。ライトを助け、さっさとうちに噛みつけ。ほら早く。ライトを体に流して攻撃の軌道をずらしたく。助かったぞカリン。サスケ、3人でやるよ。こりゃバトルが長引きそうだぜ。チェグルチョー。だったらサスケ今だよ。僕ことやれ。エドリ、うん、あそこだ。仕方ない、8本目だ。ウィデータか。同じだな、あの時と。先にお前らバルバル。ああ、なんとかな。お前なら見切れないことはない。カリン、奴のチャクラを感じ取って。体が動かない。ラリアット、なんだこれ。彼は僕の生まれ変わりのような存在だ。何をする気だ。サスケの体と同化して俺のチャクラと体を分け与える。現実を解くには己のチャクラを乱して目を覚ましてくれる相棒が必要だ。お前らには幻滅、そしてお前ら壊滅。人中力である俺様の本当の姿。敵を刺すテキサスロングホーン。グリーン。気づいたか。ほら、さっさと起きろ。新月だ。助け。ここまでさせておいて逃がして。バカ野郎、この野郎。水月がこんなに。クソ、逃げ切れないぞ。どうすんだよ。アマテラス。消えている。どういうことだサスケ。この万華鏡の動力なのか。それが
かろうじて生きているのだ。これで八尾を殺さずに済んだ。さっさと連れて行くぞ。だいぶ体に来ているようだな。オロチマルの樹荫もなくなった挙句、イタチ戦での傷も癒えていなく。